皆さんこんにちは、渡辺亮です。カズさんです。いつも動画をご視聴いただきましてありがとうございま す。本日は千葉県茂原市にある服部農園アジサイ屋敷にやってきました。ね、今日暑くないですか？暑いね。暑いよ、もうね。そう、本当はね、アジサイだからしっとりした時に来ようかなと思ったんだけど、もうなんか多分そろそろ見頃になっちゃいそうだったから、晴れてるけどいいかなと思って今日来ちゃいました。あの、事前に確認して YouTube 撮影させてもらってもいいですかって聞いて、あの、心よく OK をしていただいたので、こちらの場所で撮影をさせていただきたいと思います。で、今日はね、こちゃっこは留守番なんです。カズさんと2人で撮っていこうかなと思うんですけど、久しぶりに2人で、じっくり撮れるということで、またプロ対アマ対決をやってみようかなと思います。カメラを2台持ってきているので、1台はこの今動画を撮っている Z6 ですね、に 2470 の F4 をつけたものと、こちらの T850 と 2470F2.8 をつけたものを持ってきたので、こちらでですね、今からこの中に入って制限時間30分の間に、私がじゃあ D850 で、カズさんが Z6 の方で撮るという風にしてみようかなと思います。撮った中でベスト7枚を選んで、それをね、まあ、ロープラス JPEG で一応撮影するんですけど、発表するものについてはローデータをカメラ内現像だけして、JPEG にして、それをね、発表するような形にしてみようかなと思います。まあ、どんな風に視点が違って、どんな風にところに注目したのかみたいなのが分かるように、やってみようかなと思います。じゃあ暑いので気をつけながらやってみましょう、はい、それでは早速やっていきましょう。やっていきましょう。あ、すごい、スイカじゃない？スイカです。はい、今着いたんですけど、こんな感じです。すごくないですか？めっちゃ満開で、なんかね、斜面にこうわーってもう満開ですね。すごいいろんな色の花が咲いてます。かなり急な坂だよね、ちょっと登ってみましょうか。すごいよ、めちゃめちゃ綺麗。すごいですね、カズさん、迷っちゃいますね、どこから撮るか。なんかさ、鳥、ウグイスの鳴き声も聞こえてめっちゃいい感じで、ほんとさ、コンディションはさ、もう全部すごい、ほんと一番いい感じかもしんないね。その撮影テーマとかさ、なくてほんと自由だと思うんだけど、やっぱり私が第一印象で思ったのは、ここの場所の特徴はこのやっぱ坂がすごくあって、もう今こうわーってね、こうたくさん咲いてるっていうところがこの場所の一番特徴かなと思うので、そういうのがうまく伝わる写真が撮れたらいいかなって今思ってます。まあ実際撮れるかわかんないんだけどね。種類というか花の色もなんかこうね、白があったり薄い青があったり、ピンクがあったり、青があったりっていうのと、スケールの大きい感じっていうのがするし、まあ、そういうのをね、うまく伝えられたらいいかなとなんとなく思ってます。あとはまあ実際ね、その細かいところも見ながら、こういうとこがねいいかなっていうのをこう30分の間に気づける範囲で撮っていけるかっていうところですね。どこに気づくかっていうところが大事になるかなと思います。じゃあやってみましょうか。それでは、今から30分なので、ちょっと今何分ですか？10時22分なので、まあ11時までってことにしようか。11時にまたこの辺に集合ということでね、今から一人でお互い撮っていきたいと思います。ではスタート。
はい、では30分経って撮影の時間終わりました。いや、なかなかすごいさ、場所が広かったから全然合わなかったね。そうだね。うん、それで結構坂なんだよね。すごい斜面で登ったり降りたりするとまた見え方が全然変わったりするので、ちょっと難しかったですか？うん、なかなか花を魅力的に撮るのはちょっと結構難しいなって思いました。でもすごいさ、みんなカメラ持ってる人多かったよね。いろんなね。やっぱ実際こう今自分は来てるんですけど、その来た時の感覚を、感覚ってやっぱその斜面ってね、すごい立体的じゃないですか。こう実際この今ちょっと上の方に登ってきたんですけど、そういうのってやっぱこう ね自分がこう足を運んで来てこう感じる印象をそのまま写真で撮るってね、本当にすごくね難しいよね。こうこのね、この山に、このね山の斜面にこうドドドドドって生えている感じ、すごい本当に迫力があって、もうなんか圧巻っていう感じなんですけど、これを写真で伝えるっていうのは確かにね、すごくね、あの難しいですよね。このまま、この感じたまま伝えるっていうのがすごいね難しいと思うんですけど、だからね、そこをどういう風なところに注目して、どこを切り取るか、どういうレンズでね、どういう風に切り取るかっていう、そこの選び方がそのままもう写真になるのかなっていうふうに思いました。広いのでこの花がいいっていうね、そのもう一期一会ですよね。この花にこの光が当たってる感じがいいっていう、いい出会いがあれば、またそれもすごくいい写真になるのかなって私は思いました。ということで、30分の中で撮った中から7枚をね、お互いいいものを選んで、見ていきたいと思います。はい、では帰ってきてセレクトが完了しました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、どうでしたカズさん、感想は？場所に関しては、あの紫陽花がすごく綺麗に咲いていて、山の斜面に咲いてたりして綺麗だなと思いました。うん、なかなかないよね、ああいう感じの場所は。なかなか、そう、ないね。うん、早速カズさんの選んだ7枚の写真の方から見ていきたいと思います。私の第一印象としては、またこの最初の3枚のピンクの主役のやつがちょっと似ちゃったかなっていうのがあるんだけど、でもなんかね、1枚1枚を見ると、例えば4枚目とか5枚目とかはすごい、なんか私はこういう雰囲気で撮らなかったから、結構構図も決まってていいんじゃないかなっていうのが第一印象ですが、どうですか本人としては？4枚目が一番好きかなって感じなんですけど、うん、山の斜面にアジサイがたくさん咲いてるのを撮りたいなと思って撮ったんですけど、影になっている部分があったりしていい感じになったのかなって思ってるんですけど、光の当たり方もさ、いいんだよね。たまたまなのか多分この言い方だったらたまたまっていうことが今ちょっとすごくよく分かってしまったんですけど、あのたまたまなんですけど、結果的にあの主題になっているこの青い咲いてるね、右側の方に咲いてるこうダダダダダっていうこの群れ、青い花と奥の方はピンクがあったりちょっと青っぽいのがあったりみたいな奥行きがある感じで咲いていってるところは、多分山の斜面の向きの関係でここが日が当たらなくなってるんだと思うんだよね、うん、だからそういう風になってることによって、手前に咲いてる青い花の株がすごくこうスポットライトが当たってるような感じでこう際立って見えるんだよね。まあ、あとそのこう斜めにこう斜面に花が咲いてるから、まっすぐよりこう斜めにこう並んでるから面白いのかなっていうのはあるんだけど、うんうん、そうだね、なんかその、うん、山感が出てる。あ、そう、そうだからね、これはいいと思いました。5枚目、結構真上に近いような
ところから日が当たってるのかな、うん、結構時間的にそうなんで、ね、お昼前ぐらいのね、うん、なんだけどすごくこの、まあ、空も映ってるし、あとこうピンク白とちょっと濃いピンクっていう感じで、あと葉っぱのグリーンっていうのがすごく色がカラフルに出てて、なんかねこう爽やかでね気持ちいいっていう感じ、第一印象としていいんじゃないですか。だから太陽が雨にある時に、まあ、綺麗に撮れないんじゃないかっていうイメージが自分の中にちょっとあったので、いろいろ試しながら撮ったんですけど、広角で撮ってその場の雰囲気をちょっと撮りたいなと思って撮ったんですけど、それがうまくいったのかなって思いました。うん、24ミリだね、2470の一番広角側で撮ってるけど、いいんじゃないですかね。まあ、あえてちょっと細かいことを言わせてもらうと、なんか手前のこうなんかすごい中途半端なところにこういうこの手前のこっちとこっち隅にあるもので印象が変わるから、ここにもしお花が来てたらすごいこう広がっていく感じに見えるんだよね。続いていきそうな感じをこう見る側に与えるから、これが端っこにあった方が多分ねこう広がり感が感じられるような構図にはなったと思う。まあそれかトリミングしちゃうか、まあそれもありだと思うけどね、うん、まあでも、うん、いいと思いますよ、素直にね色が綺麗です。であとねこの5枚目の写真なんですけど、これアジサイのね、まあこれはシンプルに1個だけを撮ったってやつなんですけど、これはちょっとね惜しい感じがしますね。そうなんだ。うん、なんかねこの花の状況とかは確かに綺麗だし、こう柔らかい光が当たってるなっていうのはまあよく見ればわかるんですけど、何が欲しいかってやっぱね私としてはどうしてもこう目がいってしまうのが背景だよね。背景の方にすごい直射日光が当たってる部分と葉っぱに強い影が落ちてたりとかっていう感じになってて、すごいコントラストが強いんですよこれ。もうね、だこれをねもし白黒にした時にどうしてもこっちのこの辺とかこの辺とかの方にすごくね目が行きやすいと思うのね、うん、だからそれだとせっかくこの花が綺麗でこうね花の状況とか色とかそっちが主役の写真だと思うんだけど、そこと要は喧嘩しちゃうんだよね、こっちのこのコントラストが強い背景があることによって。こっちをもっと見せてよく見せたいんだったら少しコントラストがないような構図にしてあげるか、すごくもう少し大きく撮ってみるとかにしてあげた方がこっちのより主役の方が引き立つような感じになるんじゃないかなと思いました。他人っていうのはね、私はこの写真撮ってないから他人として言うけど、これポンって見せられるとなんかここも綺麗だしこっちもすごいコントラスト強いし、なんかどこを見ていいかわからないと結局この写真は何が言いたいのみたいな印象になっちゃうんだよね、うん、だから少し整理してあげるっていう風にしてあげた方が伝わりやすいかなとは思う。そう、うん、だから要はこの方向性でやっていこうとするとすごいね難しくなると思う。まあそんな感じなんだね。うん、自分としては日陰で咲いてるアジサイを表現したかったんですけど、それでこう明るいところと暗いところの差をちょっと撮ってみたんですけど、要素が多すぎるということまではちょっと考えてなかったので次回に生かしたいと思います。実はこの時写真を見ながらカズさんと感想を話した動画のデータが飛んでしまいました。申し訳ありません。話していた内容としてはカズさんはこちらのふんわり感のある写真が好きだっていう風に言ってくれたことっていうのと、こちらのシャッタースピードを遅くしてふわふわとさせたような写真、こういうのは撮らないから、まあ、斬新だねっていうようなことを言ってましたね。
私としては30分っていう時間の中で7枚のバランスをよく見せようっていうことを意識したので、ちょっと1枚1枚のクオリティは自分としてもまあ6割ぐらいかな、平均して6割ぐらいかなっていう感じで、まあちょっと言い訳がましいようなそんな話をしてました。やっぱ写真を撮ってる時ってすごい楽しかったり、その場の感じを自分はそこの場所にいてこう味わってるから、すごい、まあ、すごい乱暴な言い方をしてしまうと独りよがりになりがちかなと思うわけ。そう、なんか自分はこれがいいと思ったんだっていうのにすごい自分がどうしてもこうある意味愛着っていうかさ、その被写体に対してさいいなっていう気持ちで撮ってるから、あのね、それはね大体みんなそうだと思うんだけど、それが結構強くなりすぎちゃうんだよね。特に一生懸命やってるとね、一生懸命やってるほど強くなりすぎてしまうんだけど、まあ、本当にそれがね自分だけの記録用だったら全然いいんだけど、それをなんか人にその良さを伝えたいとか、その感動をなんかシェアしたいみたいにね、そうやって考えるとやっぱり少しそれをちょっとね客観的に見てあげないといけないと思うんだよね。そこがね結構難しいのかもしれない。その客観的に見るってこういろんなやり方があるんだけど、アジサイの写真として見るんじゃなくて、もうこれをね白黒にしたと思ってこう明暗差がどこに行くかみたいなこととか、あとはもうめちゃめちゃ離れてすっごい遠くから見た時になんかどう風に認識するかみたいな、そういうねなんか自分が撮った写真なんだけどもうなんか全然あの知らないものとしても見るみたいなね、そういう意識をねやっぱりね持ってるんだよね私とかは、必ずしもそれをみんながみんなやる必要は全然ないんだけど、やっぱりなんかねそうしてあげた方があの分かりやすい写真にはなるかなと思います。まあね、そういう感じです。あとそうだ、あれですよ、あのこの後はあの私が 24mm の単焦点で撮影するっていうね、それは私が一人だけで、解説をしながら撮るっていうのもやってみたので、それを次にアップしたいと思います。その 24mm を撮って本当はおしまいにしようかなとも思ってたんですけど、なんかね光が意外といい感じになったから、なんか動画の撮影を抜きにして普通に撮ろうかって言って撮ってたら、意外とその時の方がそうね、そうこれよりねいいのがね結構撮れちゃったんですよ。だからそれもちょっとついでに紹介させてもらおうかなと思いますので、この後、あの、アジサイシリーズちょっと2本出させてもらおうかなと思います。よろしかったら見てみてください。ということで、今回も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が少しでも面白かったとか役に立ったと思っていただけた方は、高評価ボタンやチャンネル登録で応援のほどよろしくお願いします。バイバーイ。バイバーイ。